卒業して大学受験僕、すごい、そこから先の人生が分からなくなった、知り合いからあの誘われたんです、あのまあ、簡単に言うと詐欺グループに誘われたんですね、ねその日から僕はあの詐欺師になりました、昔からやっぱり欲しかったものっていうのはお金だったので、僕の母親がすごい僕のことを心配してくれて、教会に行った方がいいって言ってくれるんですよ、熱心に誘ってくるんですね。 熱心に誘ってくるからそれに対して僕がちょっと断りきれずに何回か教会に行ったことがあります二十歳の時に、まあ、ある教会に母親と一緒に、まあ、そういう同じような権威で行って、うん、アメリカ人の宣教師がいたんですね、まあ、僕のところに来てあの僕のために祈りたいっていうふうに言ったんですその時に、ね、彼女が僕のために祈ったその瞬間にもう僕の心の中でもう今まで人からも感じたことがないような口ではもう言葉では説明できないようなすごい大きな愛の力感じてもう心の中にそれが 流れてきたんです,すごいその力に圧倒されてその愛に圧倒されて僕は床でもずっと泣いてたんですけれども初めて神様の声聞こえてそこから僕はクリスチャンになりました。なるほど